アフリカは何百万種もの野生動物の共有地であり、400種以上の肉食動物がアフリカ大陸に散らばっている。その中でも最も特徴的な発声をするのがハイエナである。しかしハイエナは最も狩られる動物でもある。ライオンはハイエナを圧倒する。ハイエナはヒョウの餌食となる。ニシキヘビはハイエナを丸飲みにする。この生存をかけた激しい戦いの中でハイエナが敵の標的になるのはなぜなのか。ハイエナがライバルの餌食になる三重の瞬間。食料の窃盗はハイエナの生来の本能である。ハイエナがヒョウの重要な敵になるきっかけとなった。本屋内の小道を横切るとき、ヒョウはハイエナが近づいてくる音を察知する。予期せぬ攻撃で一頭のハイエナが不意をつかれ逃げられなくなる。ヒョウがハイエナと積極的に交戦するのは珍しい例で、通常ヒョウは餌の争奪戦の際には降参する。おそらく今回はハイエナがヒョウの昼食に十分な肉を提供したため本物の狩りになったのだろう。大きな猫は満腹になり、翌日に別の狩りが繰り広げられるまで休んでいる。何百万年もの間、ライオンとハイエナの争いは激化し、古くからのライバルとして今日まで続いている。体格と力に勝るライオンはハイエナの攻撃をいとも簡単に圧倒する。このオスライオンはハイエナを確実に仕留めるため戦略的に致命的な噛みつき方をする。草原の王の獰猛さは他のハイエナに恐怖を与え、ハイエナたちは安全と生存のために逃げ出す。動物主観の争いの結果にはいつも意外な結論がある。おそらくハイエナは体を収縮させて獲物を窒息死させる爬虫類ニシキヘビとの戦いで敗北を喫したのだろう。高度に関節化された顎関節と弾力性のある靭帯を持つニシキヘビはハイエナを難なく丸飲みにしてしまう。この魅力的な獲物はニシキヘビの新たなメニューとなる。サベサンド野生動物保護区でハイエナが食事を楽しんでいる。これは2時間前に起きた争いの余波である。2つのハイエナの一族間の縄張り争いの結果、若いハイエナが獲物になってしまったのだ。ハイエナにとって無駄なものは何一つなく、ハイエナの群れの中での共食いは珍しいことではない。
ハイエナはアフリカの有名な肉食動物の共通の敵であるようだ。ハイエナの家鳥に対する野生の犬の攻撃は野生の犬の勝利に終わった。ハイエナには何の利点もなく完全に圧倒されたのである。その後ハイエナは野生の犬の餌食になる可能性が高い。内紛も野生のハイエナの個体数減少の一因である。このような争いで負けた者は勝った者の食事になる。獲物は生きたまま食べるというハイエナの性質上、不運なハイエナは他のハイエナに勝つことができない。ハイエナの多くの行動は科学者の興味をそそり続け、さらなる研究を促している。何百万もの草食動物の移動はハイエナにとって莫大な獲物の基盤をもたらす。しかしハイエナ同士の餌をめぐる競争は依然として激しい。ハイエナの社会は厳格な階層社会であり、下位の個体が最後に食べることになる。反抗的な態度は罰せられる。ハイエナにとってその代償は特に命に関わることもある。このハイエナがまだ生きているのは非常に幸運なことだが、単独で生きていくことはますます困難になっていく。湿地帯ではハイエナは覇権をめぐって争う。勝利者はあらゆるものに対する権威を主張する。敗者は特定されている。その傷は破れたハイエナが間違いなく一族から追放され孤独な生活を送ることになることを示している。あるいはそのハイエナの傷があまりにひどい場合には死に直面するかもしれない。午前中のクルーガーで2頭のオスライオンが近くにいたハイエナの子を素早く発見した。躊躇することなく攻撃しハイエナの子を死に至らしめた。古くからの敵を前にライオンは容赦しない。オスライオンの習性は縄張りをパトロールすることだ。ハイエナたちが日向ぼっこをしている間にオスライオンはハイエナたちを察知し、攻撃が間近に迫っていることを確信した。不運なハイエナはオスライオンの餌食となり、昼食に十分な量を提供した。窃盗の代償はあまりにも高い。ライオンの群れから盗もうとしたハイエナは容赦ない攻撃に直面した。ライオンの噛む力は大型ネコ科動物の中でも第2位で、ライオンの襲撃を受けたハイエナは絶命するほどだ。厳しい結果ではあったが、食物のために犯すリスクは時に価値があるように思える。